さ、買ってきましたけどね、バームのこんなん今出てるんですね。いや、ちょうどダイエットにいいじゃないですか、これね。買ってきたんですけど、私ね、致命的なミスを犯しましてね。でさっき小銭を作ろうどうのこうの言っとったのにね、私、ボケーとしとってね、これ、ローソンやったから au ペイで買っちゃったんですよね。あかんやんって。小銭作れてない。なちょっとどっかでまたちょっと考えないといけませんけど。で、こんなところあれなんですね、フットサルのやつがあるんですね。結構、相当立派な屋外のフットサル場になってますね。すごいな。ローソンなんかも入ってるし、いろんな結構スポンサーとか入ってる。今やってるね。いやいやいや、結構いろいろ施設揃ってるところですね。あ、こっちにも、あ、こっちにはこっちで、これもフットサル、こっちもそうですね。こっちは人工芝になってんのかな。ほー、めっちゃ立派だ。広さ的には、サッカー場じゃなくてフットサル場でしょうね。何？めっちゃ試合中継とかできそうな感じの。これ、いや、フットサル場に、フットサルにしても広い。いや、フットサルぐらいか。すごい。こんな。あ、今、芝刈りしてるで、これ、あ、これ、天然芝か。すごい。ガチのフィールドじゃないですか。すげえ。これ何？ FC イガとかの、あれかな、伊賀は確か、くのいちのチームがありましたよね。の、あれかな？フィールドだったりするのかな？ちょっとすいません。ちゃんと観客席とかも設けてあるからな。観客席とか、そうだね。全然知らないんだ。こんなところ、こっちの方になるのか。ちゃんと芝刈りして、芝の整地されてますもんね。いや、こっち来てよかったじゃないですか。これ、またあれでしょ？次から兜の方を向かっとったら、今頃、なんか断崖絶壁みたいなところで、ギャーとか叫んでる、またイラストなんでしょ？いつもの、もう見慣れた。嘘だー。スネークいるじゃん。いや無理。なんならこれ青山の時よりでかくね。あ、旅かも。いや、あ、これ見覚えあるな。あ、そっか、これ25号線か。あ、そうだ、これ25号線だ。だからこの道自体は何度か通ったことあるか。俺車で走ってる時に全然気づいてなかったな、あの辺り。そう、車だとピューっと行っちゃいますからね。で、そうだ、これでファミリーロッジ旅かご屋さんだと。そうそう、このね、あの熊さんのね、イラストがインパクトあって、前を通るとね、覚えてるところなんですけど。で、旅かご屋さん、これのロッジになってるんですよね。で、確かね、だから値段がね、安いはずなんですよ、ここ。あ、これで旗小屋って読むんだ、俺全然気づいてなかった。こんな感じで、平日だったら1名宿泊5000円で、2名だったら8000円だから1人4000円って感じでね。だいぶ、いや、1部屋全体で、こんな感じで泊まれますよっていう。いいですよね。チェックイン23時までできるんだ。夜ね、ちょっと疲れた時とかに、ね、最後ここで休んでいくっていう手もありますよね。で、連泊割引あって、朝は無料なんですね。
朝食無料でついてくるらしいんで、でこの値段やったらいいですよね。へえ、うん、せっかくやからちょっとパンフレットもらっていっておきましょうか。走行がよ、待ってちょっと詳細はこれで、あ結構あちこちにあるんだ、へえ、全然知らんかった、ここでしか見たことなかったな、そういやこれ今聞きゃよかったな、どこまで歩きゃいいんだろうな、どっかで一回折れないといけないはずなんですけどね、振動は。あれそういや俺何も考えずにずっと歩いてるぞまたいつものことだけど、もうちょい先のはずやけどな、さすがにもうちょい先やろ。あこんにちは これしまっとこ、あんなところにも道があるんだ、ちょっとさすがに渡っていくのは手なんで、お地蔵さんですね、町のお地蔵さんだ、よいしょ、なんかでもお地蔵見たときは一度立ち止まって確認した方がいいよな、さっきそのパターンやったもんな、これってなんだろう、バス停だったのかな、もうだいぶ疑心暗鬼ですからね、今ずっと歩いてきて、全然まだまだ歩かなかったかね、全然向こうやん、これ結構かかるな、あまあ道中だいぶ道間違えましたからね、はい、ちょっと山田歩きで行こうか、どうせこっからそんな見どころないはずだからね、ちょっと画面がねブレブレになると思いますけど、ご容赦ください、よし、ちょっと山田ちょっと頑張って歩きます。あって言っとったら見どころ出たな。サンガリア出てきたじゃないですか。うん。あ、そう、本当だったらね、コンビニでサンガリアね、買って飲もうかなと思ったんですけど、売っとったのが、お酒のサンガリアしかなかったんでね、ローソンですか、ローソンで売ってる、安い、お酒あるじゃないですか、サワー。そうそうそう。ですんで、さすがに、この後まだ運転しますんでね、そう。席からまた車に乗らないといけませんから、あ、これはいかんな、と。いうことでですね、また地元でね、向こうに戻ったら今日はサンガリアのあのサワーレモンサワーあたりかストロングでとも売ってますからね、あれで乾杯しましょう今日は、うん、よいしょ、サンガリア LNG なんでガスなんでしょうね、よいしょ、 LNG って何でしたっけ、リキッドナチュラルガスでしたっけ、液化天然ガスね、でも確かに液化天然ガスの入れ物ですよね、リキッドナチュラルガス、この発音だったらね、とてもじゃないけどね、英語できますよアピールなんてできませんよね、よっしゃ、こっちでいいのかな、歩道の位置がよくわからんこれ、いやちゃんと安全確認はしてますからね、で、まあでも歩道がちゃんと確保されてますからね、この辺りはこれ、ね、25号線でもこの先はダメなんですよね、あの兜寄りの方はもう本当に、山道獣道みたいな感じになってきますんで、いわゆるあの国道の中でも広い道と書いて国道と呼ばれるね、有名ですからね、あの25号の旧道は、うん、おにぎりマークはあるけれどっていうね、名阪国道と相反して非常に険しい道になってますんでね、よいしょ、で、あ、こっちに歩道用の橋がかかってますね、ありがたい、よし、いやありがたい、ありがたい、お、123がで、つげ工場とこっちね、サンガリアがいっぱいあるんですね、この辺り、あ、岩谷の、ほら液化天然ガスって書いてあるでしょ、ね、ほら液化天然ガスじゃないですか、ほら合ってた、リキッドナチュラルガス、うん、よし、英語っぽく言えばリキッドナチュラルガス、無理だな、うん、すごいですね、サンガリアですよ、あミックス重地飲みたいですね、
あのサンガリアのミックスジュースって何か欲しいですよね。あのそうそうそう、でサンガリアがこんだけあるとなんか大阪感が増してきますよね。まあ伊賀ですからね、やっぱしこの辺りからも伊賀はね、西日本感あふれる、ところだってね言おうと思ったら、ブリヂストンの中日本物流センターが出てきましたね思いっきし中日本って言っちゃってますね。しまったこんだけ西日本や言っといて、まさかこんなところに落とし穴があるとは。三重鶴木さんこんなところに来てるんや。ああドリームブル物流さんとね、はい、鶴木さんはね結構お仕事でお世話になってたこともありますからね、うん、こんなところ日替わりランチとか関西風かけうどん280円とか安いじゃないですか。あれですよ、サンガリアのお客さんとかあれなんでしょうね。へえ。安いな。へえ、焼肉定食900円とかもね、普通にとんかつ定食800円とかですから、ね、安いね。へえ。もう今でも営業されてないのかな、ちゃんと関西風ってなってるのかまあ、ただ伊賀に入ってしまうとそこまで何も言ってなくても関西風ですからね、多分、あ、今ローソンで見ときゃよかったけど、多分ねもうどん兵衛も西になってるはずなんですよ。大久保かなんかあったらちょっと見てみましょうか。あれ確かこの道沿いに大久保あるけど、あれは新道行くまでかなにはないか、新道を越えた先か。結構物流とか会社いっぱいありますね。工場もここも金属工場がありますし、これは長物かな。すごいですね、立派な工場です。すごいな。A 棟ってなってるから、他にもあるんでしょうね。結局2時間近く歩いてんのかこれ。あ、こんなとこ寮だった。これすごいですね、いろんな町医者の薬局見ましたけど、お大臣薬局って、お大臣薬局ってすごいですね。お大臣にってね言いますけど、そのまま薬局名にしちゃったんだね。で、方角的には大丈夫そうかな。あ、これだとちょっと合ってるのかどうかわかんないな。まあ合ってるはずですよ。もうここで間違ってても、もう取り返しつかないですからね。お、やべえ、電車走ってくるじゃん。あ、ってことはあと1時間は、確実にアウトですね。まあまあいいですけどね。おお、なんかでかい建物出てきた。これはね、ふるさと会館。へえ。前には入れないな。繋がってますからね。あ、エントランスやと思って、ふーって入ろうとすると危ないですね。気をつけないといけません。この辺りもバス停があったんだろうな。伊賀市、伊賀市所。もともとの町役場かな。芭蕉の像なんかも建ってますよ。いやいやいや、すごいですね。そう、確か上野市とは別で伊賀町があったんですよね。あれ違ったっけな。あ、間違ってそうやな。ちょっと自信ないね。また調べときます。確かそう、上野市と伊賀町とかが、合併して伊賀市になったんで、基本的にはですからそういう場合はね、上野市が残りそうなもんですけど、まあ、今回の場合はですから伊賀町の町の方がその市町村合併で、市の名前に残ったっていう形になるんですよね。まあ、規模的にはもう上野市の方が全然でかかったはずですけど、
鶏がもう、これ小麦のカッターとかな、あさっておりますね。飛んでく組と残ってまだ食うと組のね、分かれるってのが面白いですね。まあまあ平和な光景です。朝が全部飛んでた、あ、そう、この辺りに来ると上林モーターってことでね、そうそうそう、上林さんって言えますよね。伊賀の方に帰るとね、あ、これでね、あの伊賀の方だと上林さんっていう呼び方の人は、ね、京都の方に行くと上林になったりする、丹林とかってなったりするみたいなんですけど、伊賀だと上林になりますね。そうそうそう、ですから昔はね、上林って言ってもね、あのなかなか通じることなかって書いてあったら、だいたい上林、上林さんでね、呼ばれることが多かったんですけど、あのね、これはですね、ここ数年やはりあのソフトバンクホークスのね、あの、上林誠一選手、出てきたことによってね、すっかりあの上林という読み方が、定着してね、嬉しい限りでございます。懐かしい車、懐かしい車置いてあるな。おお、これは立岡かな。読めない。でもそこ走ってますね。で、よいしょ。あとは一応確認しておきましょうか。現在地が今この辺りまで来ましたよということで、もうちょっとやね、もうあって、駅沿いにロータリーがあるみたいなんで、このまま歩いていけばいいみたいです。よし、いいとこまで来ましたね。また無駄に電池を使いましたよ今日も。しかし長いこと撮ってるな。日本酒場すごいな。まあでもやっぱあれですね、今はちょっと影響を、これはコロナの影響でとりあえず今自粛してますよっていう形みたいですね。よいしょ。で、ここの伊賀局、ここは集配センターになってんだ。へえ。あ、本当だ、集配やってんだ。え、この辺りって上野局じゃないんだ。へえ。上野局とは別で伊賀局ってのが、あ、確かに集配の車止まってる。かなり小規模ですけどね。赤車が今4台ぐらいしか止まってない。で、今多分、2号便じゃない、もう今、3号か。3号、4号便で、今、1台で賄ってる感じかな。へぇー。ねえ、かなりこじんまりとしてますけど、これ、周波局なんですね。へぇー。お中元か。悪名高いお中元の季節でございますな。はいはいはい。あ、大桑出てきた、大桑。あ、ここの大桑多分来たことある大桑だ。こんな方にね。神馬もあって、コメリもありますよ。ね、あ、ザ、地方って感じですね、このローカル感。わかります？ JA のガソリンスタンドがあって、まあ、元々サークル系やった上馬があって、コメリのハード&グリーンがあって、奥に大熊があって、だらっぴろい土、ザ・ローカル、うん、いいですね。あ、もうまた鳴ってますよ。はいはい、これは多分、鴨行きの方でしょうね。で、あれですね。あ、こんなとこ DMG の森の森さんとこの所有地あるんだ。また荷物とかかります。はい、はい、はい。これは、鴨行きやから、それの折り返しに間に合えば大丈夫です。よし。え、ほら、行った、行った。ああ、看板でちょうど見えない。はい、ちょうど行った。え、あれが折り返してきたところに乗ればいいですからね。よいしょ。じゃあ大丈夫だ。こんなところグリーンショップ、あれですね、完全に農家の人の HB101 とか、うん、あれですね、
肥料とかああいうのをねやってるところでしょうね。うん、そうそうそう。で33銀行なんかこうやって見てみるとなんかあのゆうちょ銀行に似てるな色合いが。うん、これは旧第三銀行かな。はあ、確かここら辺にあったの第三銀行やった気がする。新郎支店、佐名区支店、あ、もう佐名区支店もこっちにまとまってんだ。あ、すいません、でここ旧三重銀行だ。うん、三重銀の方だ、すいません、第三じゃなかった。で、伊賀新郎店ね、大川伊賀新郎店が出てきたらよいしょ、何餃子行き松、何あれ餃子の行き松ってあれか、無人でやってるっていう、あ、そうだ、無人直売所の行き松だ。あれ以外にもできてんだ。さすがにあの冷凍なんでさすがに今ちょっと買ってこわけにいかんから、ちょっとまた四日市にできたらしいんでそれもね紹介したいと思いますけど、前衛的ですよね、無人でもうただ置いてあるだけっていうね。うん、あのこの前あのどこだったっけ、あ、鴨駅だ、鴨駅で紹介しましたけど、要はあのロックバンも何も置いてないね、あの無人駐車場の話をしましたけど、これも発想としてはそれと同じで、要はそれによってね、あの要はロックも何もかかってないでしょ、あの本当に賽銭箱みたいなところに千円札をストンと入れて、勝手に取ってってくださいよっていう、無人販売のね、あの要はだからあの町の野菜売ってるようなね無人販売のやつのイメージ、あるいはそのまんまとりあえず店舗にしましたよっていう形なんですよね。それでもういわゆるもうコスト徹底カットで、やってます。で、あの本当に監視カメラが1台置いてあるだけっていうので、逆に言うと、そこまで要はセキュリティに金をかけない、ね、逆に下手に人を置くよりも、でもう人いねえんだから、ね、それによる、リスク低減になるっていうね。これこっちから渡っていけるのかな、そういうようなやつがあるらしいんですけど、あ、そっちから行けたんだな、そうそうそう。でそれをあのあいつは餃子の販売にしちゃったのがあの雪松ってところでね。うん、まあ実際結構当たってるみたいです。まあ正直ですから、あの24時間営業でね、そのままつけっぱなしにしときゃいいと。で、定期的に、回収ね、お金を回収する、係員の人が来たりに作る。未開封じゃん、なぜ未開封で置いてくれたの、今そっかり持ってきませんけどね、開封済みの空き缶が置いたのかと思ったらまさかの未開封でしたね。んで、これで新郎駅に到着と、いうことですね。よいしょ、いやいやいや、無事着きました新郎駅だ。あ、こんなロータリーになってんだ。へえー。